おはようございます。釣り子 TV です。これ近所のですね、黄色いお店でものすごいボックスを見つけちゃいましたよ。価格は1620円っていうことで、ね、こんな感じで、ワームがいっぱい入っているんですけど、これたまーに起こるんですよね。なんだろうこれ、あーバス釣りやめちゃったのかな、残念ながら、いいものを揃えてたのになーなんていう、まあ中古でね、これはっていうね、やつを見つけたんで、早速開封していきたいと思います。まあね、こんな感じの、まあこのケースの時点でね、そんな安いものではないので、まあお得感満載なんですけど、このね、中身がとにかくすごいっていうことで、ですね、セロテープでこう留められているので、このセロテープを取って、はい、じゃあ開けていきたいと思います。こちら、じゃ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 ーん、クロステールシャッド山盛り。これはね、あとパインシュリンプの小さいのも入ってるし、うわーこれね、この部屋も、あーいい色いっぱい入ってるな。あとカバークローですね、カバークローの小さいの、これもね結構ね釣れるんですよ。まあこういう感じで、何なのかっていうと、あ、ジャッカルの釣れ線ワーム、かっこね、ちょっと昔の山盛り、この中古ボックスを見つけることができました。1620円、ねえ、これクロステールシャットね、ジャッカルのもう初期の名作中の名作ですけども、これのね小さいサイズと、あとこれ3インチかな、こういうねちょっとねサイズ違いで両方入ってくれてるし、色味もいい、まあもうほんとね、ワカサギっぽいのから、ハゼっぽいのから、あ、なんだろう、ベイトフィッシュライクなカラーからね、あ、こういうことがあるからね、中古釣り具屋さん巡りってやめられないですよね。で、まあそうですね、ジャッカルで言うと、まあ釣れるワームで考えると、あのフリックシェイクってね、名作中の名作ですけども、あれが生まれるよりね、もうちょっと前ね、あの一番初期の頃の、名作といえばこのね、クロステールシャットじゃないかな、なんていうふうに個人的には思うんですけども、何かっていうと、まあちょっとね、こういうハイシーズン、比較的そのバスの活性も高くて何でもござれっていう時にはあんまり使わないですよね。もちろんそういう時も釣れるんですけども、これが効くのが真冬ね、もう1日やってバスのバイト数がね3回、そのうち1回でも当たりがあってかけられたら、真冬の貴重な1匹が得れますよね。場所はそうですね、亀山ダムでもいいし、霞ヶ浦でもいいし、関東のねちょっとタフなリザーバーとかで勝負を仕掛けるときに必ずね用意していたワームってのが、このクロステールシャットなんですよね。で、使い方はですね、もちろんダウンショットでもいいんですけども、これをあのジグヘッドにつけてですね、今でいうあのミドストみたいな感じですかね、そこまで落として、そこからこうミドスト気味に誘い上げてくる、そんな使い方でね、めちゃくちゃよく釣れるのがこのクロステールシャットなんですよね。クロステールっていうだけあって、こう後ろのテールの端っこがこう、まあ、クロス、まあ、T 字なんですけども、こう T 字型になっていて、ね、クロステールを持っていて、前の方はねこう下側、まあ、もしくは上側が平坦で、上がこうかまぼこみたいな形になっているっていう、こういうワームなんですけども、で主にリザーバーで使う時、そのフラットエリアの魚がどこにいるか分かりづらいよ、広範囲から越冬バスを探す時にはジグヘッドで、霞ヶ浦水系で、まあ、当時はドックの釣りなんかもよくできたんですけど、土浦港、ね、土浦急港なんかも釣りができたなんていう時は、その例えば船の隙間とかをショートリーダーのダウンショット
にして、それでちょん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 なんて言って誘うとですね、コンとかね、トゥンとかね、当たりが出るっていうね、こういったワームなんですよね。これがで最近使わなくなったのは、そのゲイリー山本のあのレッグワームの釣りですね。あれがまあ真冬でもよく当たりが出る。でだから今レッグワームのダウンショットとかで冬の釣りをすることが多くなってね、あんまりねこのストレート形状のワームってのも近年使わなくなっていたんですけども、それを知る前まではずっとこのねクロステールシャッドを使っていたんですよね。でクロステールシャッドを使う前は同じ釣りをロボワームのねボディシャットね、ボディシャットの3インチなんかでやっていたんですけども、まあそれなんかも今あんまり店頭でね買いづらくなってきてしまっていて、まあ中古なんかで見つけるとそれもねバーって買ったりするんですけども、そのね後に使い出したのがねこのねクロステールシャットの 2.5 インチと、まあ、3インチね、ここら辺のがまあよく使ったな。でそれが1600円でこんな山盛り入っているっていうことでね、これもね奇跡のワームボックスじゃないかなと。でまあこういったのをねたまに見つけられることがあるから、まあ、こんなのだって袋ごとに買ったらまあそうですね、ここまで揃えると、まあ、5,000以上は絶対しますよね。1万円はちょっと切るかな。でも結構お気に入りの色みたいなの結構な数入ってるから、まあ、ここまで揃えようとすると多分1万円ぐらいかかっちゃうんじゃないかな。それがね、まあ、1,000円ちょっとで買えたよっていうことで、まあ何ですかね、自慢したいなと思って、こういうのはねあったよっていうことで。であとはこれ今の時期なんかもねよく使うんですけどね、パインシュリンプちっちゃいやつですね。これはまあスモールマウスバスも釣れるけども、まあねラージマウスももちろんっていうことで、ここら辺もですね小さいんだけどもね、よーく釣れる。ジグヘッドでも使うし、これもね松針ちょんがけのダウンショットでも使うし、オフセットダウンショットでも使うしね。でノーシンカーで使うんだとこのカバークローのね、これ多分2インチだったと思うんですけども、これもね海でも使うしブラックバスでも使うし、でまあ投げたらね何かしら魚の反応が返ってくるっていうね、小さいながらこのレッグとあとは細いねこの手がねすごいピリピリ動いて活躍してくれるっていうことで、これをね手に入れたんで、まあちょっとね冬といえばあのレッグワームのダウンショットみたいな釣りがね主にはなってくるんですけども、今年は久しぶりにここら辺をこうジグヘッドにリグってみてね、流儀のいい感じのねこういった繊細なワームね、つけるジグヘッドなんかもいっぱい出ていて、そういうの買ったりもしているので、久しぶりに真冬のジグヘッドの釣りなんていうのを今年は、まあ、12月1、2月ね、3月の前半、3月になったらまあスプリットショットでこれを具にするっていうことが多くなってくると思いますけども、そんな釣りちょっとやってみようかなと思って、ね、久しぶりにこうライトリグ用のですねこれはっていうワームをガツッとね買うことができたんで、ご紹介です。真冬ねレッグワームっていう印象がね最近は本当多いですけども、こういったね小型のまあハンドフォワードとかの本当ね柔らかく小さくキュルッチュルッチュルッってね動くね、こういうワーム本当ね活躍する瞬間があるので、ぜひですねお見知りおきをということで、まあ実際にね動画の方でも、どんどんねここら辺今年はね使っていこうと思いますんで、もしかしたら令和最初の冬バスはねここら辺の中古で買ったこのボックスなんか活躍してくれるんじゃないかなって。まあこれお得ですよね。まあ最近行ってなかったんでまたね久しぶりにえぐりの旅にね黄色いお店ツアーなんかも行こうかななんていうふうに思っておりますけども、というわけで本日の釣り子 TV は、釣り具屋さんで、中古釣り具屋さんでね、こんな素晴らしい、ワームセットを見つけることができて宝の山だぞってね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。